点が今共通。欧米諸国から見た。間違った日本をイメージした。和風ロールプレイングゲームシリーズ。天外魔境の2作目となる本作は、前作同様に、木の一族の末裔が主人公となっています。一方で、その日の一族に対となる、根の一族も登場し、古代よりこの2つの種族が、戦いを繰り広げていたという、後につながる設定は、ここからスタートしました。後の作品にも登場する、戦国万事丸を主人公に、やはり人気キャラクターの、歌舞伎団十郎も本作から登場と、後のシリーズの、基本は本作から出来上がったと言っても、過言ではありません。システムこそオーソドックな RPG ですが、CD、ROM のハイボリュームを活かした、美麗な BGM や、声優によるボイスの実装は、当時のゲームとしては、非常に完成度の高いものです。イベントも盛りだくさんで、ここでセーブしてやめようと思っても、もうちょっと、とプレイしていたら、朝になっていました。ミサイルの方が威力があるぜ。くすー、だが分解さんは攻撃できまい。55とばそんならその何倍もでかい東京タワーってのはどうだ。どのれーそのものな、竜が絡みついてな、ねじ曲げてくれるわ。G7 PS4 でリメイク作品も発売された作品。今作からは 3D ポリゴンを活かした作品となり、イメージが一気に変わりました。本作はファイナルファンタジーシリーズの中でも、熱狂的なファンが多いことでも知られ、海外でも人気作品でもあります。実は PS3 が発売された時に、リメイクされるのではと、噂がありましたが、リメイクには至らず PS4 での発売でした。ファイナルファンタジーシリーズは、プラットフォームが変わるごとに、目覚ましい進化をしてきました。ポリゴンはややカクついてはいるが、当時としては最高水準だったと思います。背景もとことん書き込まれていて、かなりの出来だったことは間違いないですね。ストーリーは複雑で、一回のプレイでは理解できない人も、いるぐらい奥が深いです。ミニゲームも充実していて、ストーリーよりも、ミニゲームにハマってしまい、ゲームが進まなくなった人も多いと思います。兄と深夜までやって母親に怒鳴られましたわら、ミッドガルから脱出して、そこで街があったのでとりあえず入って止めよう、と思ったが、突然クラウドの過去が始まって、途中、確かセーブできましたが、話が面白すぎて、そこで中断できるわけないですわら。ドラゴンクエスト5、初のスーファミでの発売となる同シリーズ。ですが、4の例に漏れずこちらもかなり、実験的な作品となっています。最大の特徴は何と言っても、倒したモンスターが仲間になることでしょう。1からの鳥山明先生の魅力的な見た目の、
モンスターたちはただの敵ではなく、本シリーズの人気者、マスコットとして、様々な二次創作に登場していましたが、ここに来てとうとう原作でも、心強い仲間となりました。またストーリー面でもこれまで一貫して、勇者、主人公、プレイヤーだったのが、今回は主人公は勇者の父親という、ポジションとなりました。子供だった主人公は父親に守られ、後に子供を守る立場となる展開は、なかなかに感慨深いものがあるでしょう。毎回のことですが、決して焼き直しをせずに新たなことに、挑戦を続けるドラクエの姿勢は、本シリーズが日本を代表し続ける、最大の理由ではないでしょうか。当時発売日に購入してプレイしていました。しかし先が気になり、やめれなくて朝までプレイしてしまいました。早朝に筋肉マンの再放送を、やっていたのを今でも覚えています。いやー面白かったなぁ。ゲームも筋肉マンもわら。ゼルダの伝説、神々のトライフォース、謎解き要素が多く含まれているので、アイテム入手やボス討伐を、そつなくクリアしていかないと、先に進むことができないのが特徴。前作から原点回帰で初代に近づいた作品で、難しすぎず優しすぎない難度設定も秀逸。特に回復系アイテムが豊富で、こまめに補給することがクリアに必須で、逆に言うとそれさえ守っていたら、致命傷にならないということ。世界観とすると表と裏の世界が、自由に行き来できる中盤以降がとても面白く、アクションの進化やキャラクターの、個性も細かい描写で描かれている。また、ミニゲームが豊富で作品自体の、ちょっとしたスパイスになっている。さらにゲーム内での小ネタが多く潜んでおり、幸せの泉でおみくじができたり、鳥が大量発生してみたり、探してみるのも面白いのではないだろうか。ペルソナ2、×、アトラスの超人気シリーズ、女神転生の外伝として出た、ペルソナシリーズ、その3作目となるこのゲーム、ちなみに2作目は、罪、です。地面が似すぎていて、間違えそうになるタイトルですね。ゲームとしては、難易度が全体的に高めでしょうか。特に序盤がかなり厳しく、ボスが異様なまでに強いです。後半に差し掛かったあたりで、ようやく息をつけるような、かなり厳しいゲームバランスですね。前作がマイルドだったため、より一層の厳しさを感じてしまいます。今作では前作で登場していながらも、深くは関わらなかったキャラたちが、仲間になります。前作では知ることのなかった、サブキャラの背景が、きっちりと描かれています。できれば前作と続きでプレイする方が、各キャラのことが把握できて、より一層面白いかもしれません。このゲームに登場するキャラたちは、前作とは違い大人のキャラが多いですが、いずれのキャラも、ちょっと何かが足りていないような、不器用な印象を受けます。そんなちょっとダメダメな大人たちが、前作の主人公であるスオウタツヤを、
引っ張っていく姿が、とても印象的でかっこよく見えます。ドラゴンクエスト、モンスターズ 1.2。ドラクエに登場するモンスターを育成する RPG。ゲームボーイで発売された、ドラクエモンスターズの1作目と2作目を移植した作品。もちろんプレステ用に、グラフィックも強化されています。ゲームボーイでは自分の育てたキャラを、ケーブル通信で友達と対戦できたが、今作は据え置き機のため、メモリーカードのデータを使い、対戦を行うことが可能です。このゲーム、知り合いが超ハマっていて、もう一生このゲームだけやる。それくらい面白いってことだと思いますが、そう言っていました。実際は、1年後には違うゲームをやっていましたがわら、しかしそこまでハマれるゲームなのも、納得の面白さですよね。当時ポケモンもハマりましたが、ドラクエモンスターズも相当ハマりました。そういえば最近このシリーズ、発売されないですね。スイッチで発売しても、おかしくないと思いますが、なんでだろう？パラサイト、イブ、同名の SF ホラー小説のゲーム化タイトルになります。このゲームのグラフィックには、なんとハリウッドのスタッフが関わっているそうです。グラフィックがすごく綺麗だな、くらいの気持ちで、当時はなんとなくプレイしていましたが、ハリウッドと聞くと、急にものすごいものに思えてきますね。このゲームは RPG でありながら、敵の攻撃を立ち位置の調整によって避けることができます。単純に立ち止まっての殴り合いになると大体の敵キャラは強敵となります。ですが攻撃をある程度避けられるようになるとボスでも意外と簡単に倒せるバランスでした。パーティメンバーはおらず回復も一人でするため攻撃を避けるメリットはかなり大きいです。回復するにはアイテムの他にも、パラサイトエナジーという力を使っての、魔法のような能力での回復もできます。パラサイトエナジーは攻撃にも使え、敵に稲妻を落としたりもできます。現実世界に近い世界観ではありますが、稲妻を落とすとか、完全に魔法そのものですよね。
実は自由